はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。突然ですが皆さんは暗黒世界シャドウディストピアというね、史上最強のフィールド魔法をご存知でしょうか。このカードをね活躍させるために今回はデッキを作ってきたんですけども、まあ強いねこのフィールド魔法。やっぱりフィールドの持ってか表示モンスターが全部闇属性になるっていう効果が、まずあって、まあ、これでね結構なんか属性を参照するような、テーマ意外とメタれたりします。でこのね2番の効果がぶち壊れておりまして、一旦に一度自分がカードの効果を発動するために自分のフィールドモンスターをリリースする場合、相手のフィールドの闇属性モンスター1体も代わりにリリースできるよっていう、まあ、肩代わりする効果を持ってるんですね。で自分の相手のエンドフェイズに、ターンプレイヤーのフィールドにシャドウトークンをリリースされたモンスターの数まで出すっていう強制効果があるんですけれども、このね2番の効果がもうバカほど強くて、自分がカードの効果発動するためにリリースする、例えばですよ、リリースするカード、まあ、いくつかあるんですけども、まあ、例えばね悪魔城リリースですね。これ DD ダイナマイトボットがね使っていたクソモンスターですけれども、これシャドウディストピアデッキで使うとめっちゃ強いんですよ。はい、最強ですとか、あと、まあ、ドキュー部隊ですね、フィールドモンスターリリースして相手のカード破壊するとかっていう、こういう効果を持ってるモンスターなんですけども、これをシャドウディストピアを貼っておくことによって相手のモンスターをリリースできるようになるんですね。でしかもリリースとかってこれコストなんですよ。でドキューブ隊もコストなんですよ。だからコストでリリースするってやっぱそのなんだろう、回避手段がなくて、基本的にはだから相手ターンで怪獣してるみたいな感じなんですよ。コストでリリースしてるんで、例えば今いっぱい環境にいるデストロイフェニックスガイであるとか、あとそれからまあバロネスとかインフィニティとかっていうなんか無効効果持ってるのモンスターもコストでリリースされると無効効果を発動することができないんですよ。これめちゃくちゃ強いですこの効果が。だからシャドウディストピアを絶対持ってこれるように、手札にね、例えば、まあ、プラネットパスファインダーとか、テラフォーミングとかメタバースとか、あとこれアフリマもね、これ手札からこいつ捨てるとシャドウディストピア持ってこれるんだけど、この辺のモンスター入れてもう絶対シャドウディストピアだけ貼るという感じにしてます。で、まあ、このシャドウディストピアをあとは活躍させていけばいいので、まあモンスターをリリースして発動するようなねカードが結構相性が良くて、まあ、例えばですね、デッキ破壊系ですね、魔のデッキ破壊ウイルスとか、闇のデッキ破壊ウイルスとか、この影のデッキ破壊ウイルスとか、こういうデッキ破壊系は意外と相手のモンスターによっては刺さります。これ相手のモンスターもリリースできますんで、相手のモンスターリリースしてなんか相手のマジックカードを破壊したりとか、あとモンスター破壊したりとか、モンスター破壊したりとか、そういうね動きができるんで、これ結構強いと。でさらに闇霊術欲っていうカードも入ってて、これ闇属性モンスターコストでリリースできるんですけども、リリースして、まあ、2枚ドローできるかもしれないカードなので、これめちゃくちゃ強いですね。やっぱね、コストリリースがマジで最強なんで、ぜひねこの強さを見せていきたい。で、エクストラほとんど使わないんですよ。ぶっちゃけそのリリースとかアフリマとかディアボロスでビートしてれば勝てるんですよね。相手のモンスターしょれるんで、トラップカードとかで。なのでスキルドレインとかも入ってますし、これリリースと相性よくて、これコストでリリースしてるんで、スキドレでリリースの効果自体は無効になるんだけど、結局リリースはできるからめっちゃ強いっていうのと、あとはあれですね、アタッカーがちょっと不足する可能性があるんで、フュージョンデスティニーで、デストロフェニックスガイを出すみたいなね動きもしていくみたいな感じです。でメインアタッカーは こいつですね、アンコの魔王ディアボロス。これは、自分のフィールドの闇属性モンスターがリリースされると墓地か手札から特殊召喚できるモンスターで、3000、2000あるんですけども、これ一応ねフィールドのモンスター闇属性モンスターリリースすると相手の手札をねランダムにハンデスというか、まあ、デッキに戻すっていう効果があるんですよ。だこれで相手にアドバンテージを稼がせずに、相手のモンスターとかをバンバンリリースしていけるんで、しかも打点が高いですから、まあ、基本的にはこのディアボロスでぶん殴りながら、リリースとかドキュー部隊で相手のモンスターを背負っていくみたいな動きになります。はい、早速ですね、このシャドウディストピアとかいうカードのぶっ壊れ性能をご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。ああ悪くないんじゃない。誘発もケアできるしね、まあ、リリースもいるし悪くはない。テラフォーミング効果、これうららくんですか。いやそれはですねこれ通んないと話にならないんでこのカード絶対通したいんで、さすがにうららは向こう、まあ、増獣でうらら引いても使えないけど、まあしょうがないか。これねシャドウディストピアないと本当にお話にならないんで、このデッキマジで。でシャドウディストピアを発動しておいて、
でリリース召喚してエンドしかやるのないですね。はい、まあいいでしょう。相手のモンスターフリーチェーンで除去できるし、増殖数字も通ればワンチャンあると思う。多分展開短い。このデッキ、このデッキ現代遊戯王とは思えないレベルで展開短いな。バカみてえに展開短いぞ。まあ、リリス君の効果はですね、コストリリースするんで、なんかやばいモンスターもそのチェーンさえできれば処理できるんですよ。それが強いですよね。バロネスとかが出てきたとしましょう。例えばね、バロネスとかが出てきたとしても、そのコストでリリースしちゃうから、そのもう効果を発動することができないっていう。最強でしょこのモンスター。除去能力としてはもうね、環境トップといっても怪獣みたいな、相手ターンに怪獣してるみたいな感じです、イメージ的には。ええ、最強ですね。あー、サイバードラゴンは増時打とう。サイバードラゴンは増時打とう。どうせ展開はこれ、展開止められたら逆にきついな。あぶね、逆にきつかった。でサイバードラゴンコア、でも確かにあんまりね、サイバードラゴンってチェーンに乗る特殊召喚そんなにはないんだよね。まあ、ネクステアとかはチェーンする効果発動して特殊召喚するけど、結構ねリンク召喚とかがなんか割と序盤は多いんで、あと地図系とかされるかもしれないし、普通にね危ないよね。まあこっちも怪獣を撃てるし、あっちも怪獣を撃てると言っておこう。だリペアプラントでしょこれ。これでね、まああの地図キエルとかを持ってこられると結構きついんですよね。だから地図キエル見えたらもうリレス撃つしかないね、効果で。でアルミラージで1枚ドローする。でリペアプラントで怪獣出してくるんだったら、でも死ぬ、これワン死ぬな、これワン死ぬぞ。これリペアプラント怪獣リリースされたワン死ぬか。まあでも一応サイバードラゴンをリリースすればいいか。そうしたら、そしたら耐えるかギリ。いやどうだろうな。あーそっちか、なるほど。そっちだったらまあまあまだまあ見ればいいか。じゃあまだ見とくわ。でギャラソル効果、手札1枚光属性切って、うわさ、コスト最強かよ、コスト最強じゃん。で銀河戦士来ちゃったー。銀河戦士ヘルツはもう最強ムーブです。はい、このムーブは最強です。これがまあサイバー、まあ、名誉サイバードラゴンでカードであるギャラクシーソルジャーの効果で、ギャラクシーソルジャー持ってきてサイバードラゴン持ってきて、さらにサイバードラゴン切ってギャラクシーソルジャーを特殊召喚するとかいうヤバすぎる効果を発動することによって、まあ、これはですね、まあ、どうせコストでリリースできるんで別にいいんですよ。でレベル5のモンスター2体でオーバーレイって言ってくるかもしれないんで、これ、はい、まあ言ってきたらあれ考えましょう一旦ね。ちなみになんですけども、あノーバーかなこれ。はい、オッケー、ここだ。悪魔城リリースの効果発動、サイバードラゴンノーバーをリリース、シュッよし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 、これは強いぞ。これ何をセットすればいいんだ、あんまり関係ないな。魔法カードをちょっと一回無効にしたいですよね、相手の全部ね。まあ、一応ドキュー部隊が一番強いかなって感じするから、こうしといて、あデッキ赤い、あまあドキュー部隊、まあ、まあ悪くない悪くはない。でギャラソル効果でもう一回特殊召喚できる、 OK だろう。ちなみにインフィニティがもし仮に出てきたとしても、それでも大丈夫なんですよ。インフィニティをコストリリースするので、インフィニティの効果を発動されることはないという。でベルテアナコンダ特殊召喚、めちゃくちゃ効かしてくるんじゃん。ってことでフュージョンデスティニー入ってるかどうかですね。まあ、オーバーロードフュージョンだの方がやばいか、どっちかっていうと。え待って、オーバーロードだと、オーバーロードで2100、2100、あ知らないか、死にはしない、耐える、俺は生きる、生きろ、その他は美しい。でオーバーロードの OK、 オーバーロード効果、オバロでサイバーとサイバーを除外して、キベナテックランページドラゴンを特殊召喚。うわ、ドキュー部隊死んだ、ドキュー部隊死んだまあまあまあいいや。シャドウディストピアもう一枚入っ、引いてるから、まあまだなんとかなりますね。はい、でさあ効果発動、キベナテックランページの効果によって、デッキから機械属モンスター、光属性モンスター を2枚墓地に送って、攻撃系を2回増やす。大丈夫だ、ここまでは耐えている、任せろ、大丈夫だ、ライフが残ればどうということはね。
いて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 、でもいて、めっちゃいて、いていて22、まあ、22まで削られたが、まだ俺はライフが残っている。危なかったな。よし、耐えた。俺のターン。ドゥルー。スキドレ来ちゃったか。スキドレまあ強そうだな。スキドレは強そう。で、まずは合金を発動。合金の効果で、6枚除外してカードを2枚ドローさせてもらうぜ。こいつどんだけ手があるんだよみたいなね。話はあるよね。裏らんのかなこれ。裏らんのこれ。まああってもそんなに困りはしないけどね。で、シャドウディストピアを発動。そしてシャドウディストピアを発動し悪魔城リリスを召喚。そして悪魔城リリスの効果発動。悪魔城リリスの効果により相手をリリースすることによりトラップカードを3枚を見して、好きなトラップカードをセットすることができるぜ。これはさすがにドキュメントの強いか。こことここと、まあこれでいいな。おいおいおい、さあ好きなやつ選べよ。オッケー、ドキューセット、オッケー。コストでリリース最強すぎないこれ問答無用の相手リリースしてトラップサーチのやばすぎでしょ。アドバンテージどんだけ稼ぐ。これでトークンも生み出せますしね。そして自分のターン、ターンプレイヤーリリースされ、モンスターがリリースされたらターンプレイヤーのなんかフィールドにそのなんかトークンが出るっていう、シャドウトークンとかいうのが謎のトークンが出るっていうね、効果があるんで、シャドウディストピアの効果で、まあ、打点が、攻守が先々のシャドウトークンとかいう謎のトークンを出していく。これが、まあ、ドキュメントのコストになったりとか、まあ、なんだっけ、アフリマの効果になったり、効果のコストになったりとか、リリースのコストになったりとかするんですけども、まあ、基本的に今、リリースの効果で、フリチェ、リリースが一回あって、ライトニングストーム、さすがに神戦このカードのために入ってます神戦は、まあ、ライフは半分不死なことになりましたがいいでしょう。1100ライフは安いもんだ。あぶねえ。このカードのためだけに入ってると言っても過言ではない神戦は。あのね、天国の方も結構相性は悪くはないんだけど、そのシャドウディストピア自体は守れないからやっぱいまいちなんだよね。あの魔法トラップを全体守るためにはやっぱね、ある程度その神戦とかそっち系の効果が一番やっぱ汎用的に使えるから、天国の方でもまあ悪くはないけども、その表側を守れないから微妙っていう話はある。さあこれでネクステア特殊召喚していく。さあネクステアの効果発動。ネクステアの効果によって、墓地の攻撃力か守備力が2100の、機械族モンスター一体を特殊召喚できる。この効果の発動後端子の島で機械族モンスターしか特殊召喚ができない。さあお前のフィールドにモンスターが2体並んだな。ここだ！いけ！ドキュメ大発動！相手のモンスターをリリースし、相手のモンスターを破壊する。つえー！クソつえ！バリ強い！バリ強い！やってることおかしいよ、これ。やっぱり。相手のモンスターリリースして、相手のモンスター破壊してるやばいでしょ、これ。まあ、一応、トークンは出るんですけどね、一体。相手のフィールドに。トークンは出ちゃうんですけども、まあ、そんなことは関係ないですね、あんまり。はい。最強バリ強いやんけ。このデッキ最強なんじゃねえか。ドロー合金、もう合金でなんかその除外するコストねえよ、もうもはや。まあ一応打てるのか、一応打てんのか。なるほど。まあでもこれはアフリマでぶん殴っていった方がいいのかな。アフリマ召喚。アフリマの効果発動。アフリマはフィールドの闇属性モンスターをリリース、増殖する時いいだろう。今更、まあ、一応破壊なしときます。一応破壊なしとこう。もう相手にドローさせるのもなんか嫌だし、ね、はい。さあこれで一生完封していけ。さあ相手の墓地のモンスターを除外して効果を無効にしていく。でアフリマの効果発動してトークンリリースしてディアボロス出すまでいこう。アフリマ効果、アフリマの効果によって相手のトークンをリリースしデッキからディアボロスを手札に加えさせてもらうぞ。そしてリリースの効果、リリースの効果によりトークンをリリースしデッキより最強のトラップカードを相手に3枚見せつけて、その中から相手がランダムに選んでそれをセットする。そして自身のフィールド上の闇属性モンスターが効果でリリースした場合、手札の暗黒の魔王ディアブロスの効果発動。このモンスターの効果により自身を特殊召喚つえー
5500足りてるなこれ。バトルフェイス楽しいデュエルだったぜ。敗北の味をしっかりと噛みしめな。悪魔魔王ディアボロスでダイレクトアタック。んーよあれこのデッキティア1か。あー強そう強そう、なんか強そうじゃん。合金発動。これ一応ですね、あの先行の方がまあ相手のあの動きを妨害できるの強いんですけど、あーなんだろうなこれ、うららあったら投げてるか、まあ増字かな。シャドウディストピア、あのね、あの高校でもシャドウディストピアさえ引ければシャドウディストピア召喚、リリス召喚でもう妨害してるんで、割と強いは強いっす。まあちょっと妨害力としてはまあ1妨害っていうか相手のモンスターリリースするだけだからさ、そこまでな気はするけどね。うん、増字でもねえんだこれ。なんだこれ、ここでチェーンあったのなんか弱く、わけわかんねえな。フィクトベイラーとか無限ホイでもないしね。ヌメロンとかですかね、ヌメロンウォールみたいな、だったらちょっと怖えな。でシャドウディストピア効果はあんま関係ない。ヌメロンだったら、もうもはや自分をリリースしてるっていう説ありますね。リリースで。リリースで自分リリースして、で、デストロイフェニックス書いて、デストロイフェニックスが破壊しながら、モンスターを消すっていう。あ、白エクか。なるほど。白エク効果発動。で、リリースして、なんか出してくれる効果ね。オッケー。一応リリースが、フリーチェーンでリリースでリリースできるんで、バキヤ君ね。まあ、だからチューナーを一生消し続ければいいんじゃない多分あのデッキは。なんかね、シンクロさせなければ多分いいと思うんだよね。まあ普通スキルドレーンもあるし、多分なんとかなる。まあでもスキルドレーンはあんまり使いたくねえ今のところ。リリス の効果を無限に使いたいから。ここリリースでリリースクソくだらねえ、クソくだらねえギャグをね、吐いていきましょう。そしてまあ、ドキュー部隊が一番強いと思うんで、ドキュー部隊を一応セットさせてもろて、まあ一応痛み上げもあるんでね、あの相手のモンスターは結構あのシャドウディストピアが残ってさえいれば除去できると思う。まあスキルトレインあるから多分ね、なんとかなると思うんだよね。バロネスが出てきそうだったら先にスキルトレイン開くわ、もう。はい。で、タイヤを持ってくる効果ですね。はい、いいでしょう。龍炎もあんのかな、じゃあ。で、タイヤ召喚ね。はい。了解しました。まあ、今タイヤの効果使ってチューナー出してくる効果使ったらチューナーデストロイで消してって感じなのかな。いやもう使うわ、まあ、どうせチューナー生成されるんだからこう破壊しよう。で相手の効果を、まあ、相手の効果を一瞬使わせないようにして遠くも出させないようにして、でここ破壊するんだろう。で龍炎くん、まあ、ここ墓穴食らうのはもう最悪しょうがない。墓穴はよし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 、分かってたどうせあるの分かってたよ。そんなカードは、そんなカードで除外されるのは分かってたよ。いいだろう、まあ、ここまでは様式日ですね。はい、デストロイフェニックスさんが墓穴で除外されるまでが様式日。現代遊戯王のバトル。なるほど、龍炎ないんだ。龍炎はない。じゃあスキドルでこれ変えるとする。あるな、それスキドル効果。さあ効果は無効になって伊達が2000になるぜ謎のコンバットトリック来た。これスキルドレインコンバットしてるのやばいけどな。でトークンを出していく。トークン2体も出ちゃうのがきついですね。まあ痛み分けでなんとかなりますねこれはね。はい。でリリースできるカード欲しいな。なんかあー欲来たか。欲はでかいな。欲は非常にでかい。じゃあまあ、リリース効果発動する。リリース効果でリリースでトークンリリースして、で効果は起動できないんでこれは何もできないけど、まあ、リリースだけはできると。これが強いんですよね。めっちゃこれ最強なんですよ。相手のモンスターだけ絶対しょれるんで、スキドル貼ってやったら、単純に、まあ、効果は無効になってんだけどコストリリースができるから、相手のモンスターは絶対処理はできるんですよ。まあサーチは入りませんけど。だから結局そのリリースで相手のモンスターを絶対1枚除去れるってことになるんで、結局リリースが一生相手のモンスターを除去するモンスターとして、うわまあ増殖するよりはってなるんですよ。最強でしょこれがね。まああれですよね、最強の除去方法と言われてるゆえんですよね。ええ、まあ
コストでリリースをケアできるモンスターなかなかいませんからね。でシャドウディストピア効果あまもねえこれで相手も何もしてこない。さああまりにも強い、あまりにも強いリリースビート、来たリリース2体目一応効果はどうしよう。リリース2体目は強いぞ。増重だなこれ。あー OK。 さあ最強だ。これで一応リリース手段が相当増えてきたんで、まあどれか除去されても大丈夫ですね。まあ一応シャドウディストピアの相手のモンスターをリリースできるよっていう効果は一旦に一度しか使えないんで、まあどれをねマストカウンターにするかみたいなところはありますけれども、まあとりあえず一旦この1000、2000、2000とかいうなんか謎のモンスターで全部ぶん殴っていけばいいんじゃないでしょうか。さあ来たシャドウトークンでダイレクトタック、そしてリリースで2連打。うおーリリース最強最強かリリース君。でエンドで、ドッキュー部隊もありますんで相手のモンスターをあの2体一気に処理することもできますから、え最強です。痛み分けもあります。痛み分けっていうカードも最強で、相手のモンスターを2体リリースするって、まあ、ドッキュー部隊みたいなもんなんですよ。なんかその相手のモンスター、相手のモンスターリリースしながら相手のモンスターをリリースさせるっていうなんかやばいことできるんで、龍炎効果、それは手札からの効果だから一応トークンが出てくる効果は一応あるんですよね。はい、龍炎トークン出てくる、一応まあ重心クロされるの嫌なんで、打点高いからね重心クロモンスターが。まあだからこうしてドキュー部隊をぶち込んでいくことによって相手のカードを破壊していく、相手をリリースしながら相手を破壊バリ強い、バリ強い、このデッキ最強だ。やばい、バケ来た。ああまあでもそんなにちょっとないか、別にバトル、はい了解です。あーまあ殴られるくらいだったら、でもそれするでいいか、別にいいや、7くらいいや、7くらいいいやで、はいはい、カード1枚セット。あーこれは暗転だったらめんどくさいんですよね。暗転だったらめんどくさいんです、非常に。ただここあのもし暗転だったとしても、そのリリースの効果が通ってしまいさえすればコストなくなるんで、ここで打つしかない。では暗転だったんだけど、多分あったらでもセットしてるよな、もう。いやこれあったらもうここで打つしかないんじゃ相手絶対に。これは闇霊でリリースしたの強いな。闇霊術欲の効果発動、相手のモンスターをコストリリースして、魔法カード見せると無効できるけど、なんかある。あよく見たら手札ないじゃん、残念だったね闇霊術欲は相手、モンスターをリリースすると、闇属性モンスターをリリースするとなんか2枚ドローするっていう効果なんですけども、相手が魔法カードを手札から見せると無効できるんですけども、相手手札ないんですよ今。手札が0枚でした。なんででしょうね、かわいそうに。これがシャドウディストピアビードだ。湯気リリースダイレクトアタック2連打このデッキなんかあんま難しいソリティアねえし、強えし、めちゃくちゃおすすめかもしれん。あーまあこれはこのなんか探査できなかったら終わるね。探査できんかったら終わる。強弱も立てんし、合点してきた。自分の相手のメインフェーズに転速モンスターアドバンス召喚する。なるほど。おテティスだ、やばい。おテティスターボだ、出たテティスターボこれマスターだったら初めて当たったかもしれないな。テティス来た。テティスはですね、転速をドローすると、フィールドに表側表示で存在する場合なんか1枚ドローするっていう効果がありまして、でなんかこれ単位制限ないので、なんかその一生転速をドローしたらもう一生ドローし続けることができるっていう。ああそう、こういうね、なんか打ち出の小槌とか、あとリロードとか、なんか無の煉獄とか、そういうカード結構相性が良くて、まあ、引いても結局その転移速をドローするだけでいいんですよ。でここで一生でドローをし続けるっていうことができる最強の、まあ、効果を持っています。これがテティスターボっていうコンボですね。めちゃめちゃドローするやん。もう増殖するし、なんか打たれた後に未回帰で展開されたみたいなさで手札やばいね、見えない、あと4枚だけどデッキすごいな。これもしかして全部引き切るやつ、すごっ。デッキなくなったけども、レ・ベルマン誰やお前お前誰やねんお前。効果消えてるけど、なんかテキストのところパクった。あ出たわ、なんだこれ、レインボーズ出た。レインボーズとレ・ベルマン、魂吸収は、なるほど魂吸収。
これは除外されるとライフを回復するカードですね。はい、あ、フュージョンゲートで除外してなんかあれかな、回復するのかな。ブラックローズフェアリー、誰やお前、全員誰やねん。このカードが墓地に存在する場合、自分の手札フィールドのカードを1枚落ちてくる。このカードをデッキの1枚上また1枚下も特殊召喚された場合にこのカードを手札を取ります。へえ、で、なるほど、3体で誰やねんお前、マジで誰、誰だよお前、何するマン。一旦一度自分のライフが回復した時にその数値分だけこのカードの攻撃力をアップし、その数値分だけ相手にダメージを与える。やばいこと書いてんじゃん。え、これもしかしてあれですか、魂吸収でなんかめっちゃ回復してめっちゃダメージみたいなこと。何これ融合すんのこれ何、うわあ、やばい枚数になってけど、魂吸収効果8000ライフ回復からの、え、8000ダメージってこと。天才か。